こんにちは、ゆたかです。さあ、今日はですね、神戸ライブの、感想を話していこうかなと思います。神戸の初日ですね、16日かなに、ホテルで撮った速報版っていうのがあるんですけれども、まあ、よかったら、そっちを見ていただければと思います。といったところで、神戸ライブ、まあ、まとめですね。僕1日目しか参加してないんですけども、まあ、1日目2日目のまとめをちょっと、まとめして、まあ、話していこうかなと思います。さあ、まずですね、セトリですね。セトリ、今回1日目が、こんな感じです。はい、もう、1曲目、2曲目から、本当に、アンコールなんじゃないかっていうレベルのね、盛り上がり曲ですね。これ、ナナさんも実際に言ってましたけど、ニューセンセーションとパワゲ。パワゲ2曲目来るとは思わなかったですね。マジ、ほんと激アツでした。あとは、まあ、新しいアルバムですね。ここにあるんですけれども、リライトリバイバーから、もちろん、新曲といったところでライブ初披露の曲もありましたと。で、今回はですね、まあ、ナナさんのツアーといえばなんか毎回企画があるんですけれども、まあ、今回は初めての〇〇っていったところで、まあ、各、公演ごとに曲が変わるって感じですね。で、初日が、あのね、マミメモガチョ。これ、いつ以来だろうな、聞いたの。ライブギャラクシーじゃないかな、最後僕が聞いたの。違ったっけな。多分僕が直で聞いたのはギャラクシーかなと思うんですけど、久々の、モガチョでしたね。で、二日目が、こんな感じのセトリですね。いや、二日目の、まあ、一曲目入選選手で、二日目、二曲目から違いますね。ここでスーパージェネレーション来るとはね、ちょっとね、これ聞きたかったなぁ。ちょっと、じゃあ僕何回も言うんですけど、一日目しか行ってないんでね。まあ一日目と二日目で、まあ曲が若干変わってるかなって言ったところで、二公演目行きたかったというか聞きたかった曲で言うと、まあスーパージェネレーション。いやけどね、パワゲー。まあパワゲーなくしてスーパージェネレーションかって言われたらパワゲーかな、やっぱり。なんで、まあ、ここはパワーゲー良かったな。で、僕結構ね、個人的にギルティー好きなんで、ギルティー聞きたかったなと思いましたね。あと、アンコールの青い色、聞きたかったなこれ。こっち聞きたかったっすね。正直なところ。まあ、だから3曲聞きたかったけど、まあまあまあ。それよりもね、パワーゲー。まあ、2曲目のパワーゲーはやばいっすね、正直。結構ビビりましたもん、本当に。ここでパワーゲー来ちゃうのって感じですね。いやー、といったところで、まあ1日目と2日目のセトリはこんな感じで、本当に落ち着いた曲というかバラードがもう全然ないって感じの激アツライブでございました。で、今回のね、席なんですけど、神戸はね、アリーナ A6 ブロックでした。A6 ブロックといったところだけ。あれ速報版で僕の座席言ったかもしれないんですけど、まあ一応 A6 ブロックでめっちゃいい席でしたよって言ったところでね、お伝えしようかなと思います。で、まあライブの個人的激アツポイント、もう言っちゃってますけども、1曲2曲目ですね。もう完全に爆上げです。はい。フルスロットルですよ、最初から。本当に激アツでしたね。で、あとは、まあ1日目、まあ実際に言ったハプニングは今回結構あって、まあ、一個がナナさんのライブといったら、まあ、乗り物ですよね。で、今回は、まあ、車、キャデラックを、まあ、加工したい、ナナラックって言ってたんですけど、あれがね、ステージの端から端に行く予定が、左端で止まってたっていうところが、僕もね、A6 なんで、右端なんですけど、右端まで来んのかなと思って待ってたら、あれ来ないぞと思って、これは、そういう演出なのかなと思ったら、やっぱり案の定、なんか動かなかったってことでね。まあまあまあ、そういう時もありますよ。初日だったんで。まあこれは逆にレアっちゃレアですよね。で、あと、まあちょっとね、エタブレ歌詞間違い。これもね、ナナさんが、ブログで、謝ってましたね。盛大に歌詞間違えましたってことでね。エタブレは2箇所か。2箇所。あと、最後のね、ノーリミットも出たし、あれって思いましたけど。まあ、ちょっとね、この、なんでしょう、その、まあ、ナナさんだけじゃないんですけど、アーティストの歌詞間違いに関しては、ちょっとまた、別途、
なんか語りたいなと思いますけど、僕はもうむしろラッキーって感じ。むしろ俺はだって映像化されないですよ、きっとこれ。初日神戸のエタブレとか。いやー、逆にね、超貴重なエタブレをありがとうございますって感じです。という感じで、まあ一日しか参加できてないですけど、まあ、最高でした。あとね、こう次僕が参加するのは茨城の1日目ですね。これでついに47都道府県、全制覇といったところで、茨城初日行ってきます。茨城のね、初日がね、これね、いや、わかんないんだよね。池の川桜アリーナってところなんですけど、どうなんだろう。座席。結構、数字的にはいい数字が来てるんですよ。もしかしたら、僕史上一番いいのかな。けど神戸もね、かなり良かったんで、結構、僕史上、かなり、ベスト3には入る、座席でしたね、神戸を。で、ちょっと茨城もめっちゃ、数字的にはいいんですけど、ちょっとね、これが、ブロックとかスタンドとかあると思うんですけど、まあ、アリーナスタンドとか、なんとかブロックとかあると思うんですけど、ちょっとこのブロックがどうなのかなってところは気になるんですけどね。まあ、数字的にはいいかなって感じですね。あと、そうだな。あと、埼玉、スーパーアリーナですね。これは2公演、両方行きます、土日。で、僕の、夏のツアー最後ですね。だから僕は8月、いつだ ?8 月の 30? 違う、8月の第1土曜日あたりで、今回のライブが終わりということで、ね、ちょっと早いんですけど、そんな感じの予定となってますと。いったところですね。あとは、今回の神戸、めちゃくちゃ、速報版でも話したんですけども、この退場の規制退場する時のアナウンスが本当素晴らしかったですね。超面白かった。速報版と話す内容被っちゃうんですけれど、今回だと僕だとアリーナ。アリーナは分かりやすいんですよね。A ブロック、B ブロックとかあって。で、今回スタンドが結構アルファベット A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K ぐらいまであったのかな。K、そうそうそう、あって、B の、スタンド B のとか言って、間違ってね、聞き間違いで移動しちゃう人とかを防ぐために、1日目は、動物のアルファベット、動物の名前とそのアルファベットの頭文字。だから、スタンド A だったら、アリゲーターの A、何列か何列の方、みたいな感じで、そんな感じで案内してて、もう逆に最後まで聞きたいなと思っちゃいましたもん、僕の場合。いつも規制退場の時早く呼ばれねえかなと思うんですけど、あれめちゃくちゃ面白かったですね。自分のアルファベットが何なんだろうとか。僕は、ジャッカルの J まで聞いたのかな。あれも A から順にってもちろんじゃないんで、まあ A 行ったら体格のわかんないけど、まあ K かな。カンガルーの K とかも聞いたのかな。そう、そんな感じで、まあいろいろ分散して分かれると思うんですけど、手法素晴らしいですね。やっぱ関西だからなのかな。面白がせようと思ってやってくれたのかわかんないですけど、あれは本当に自分のアルファベット気になるから、その規制退場で、なんか、早くバレねえかなっていう感情は全然なかったですね。むしろ僕はアリーナ席でずっと全部聞きたいなと思っちゃいました。あと結構ね、そうで、やっぱね、ナナさんのファンの素晴らしいところが、動物の名前で規制退場しますみたいに言った時に、もう、すごい拍手起きて、僕もあれめっちゃ拍手してました。そんな、あれもなんだろうね、あれも考えたのかな、わかんないけど、本当に、超素晴らしい演出でしたね。むしろあのシーンを映像化してほしい。特典映像的な感じで。ちょっと全部聞きたかったもん。ということでみんなこうやって拍手して、まあいつも通りの規制退場だろうなと思ったらそんな面白いことあるんだって、ファーってみんな拍手してね。やっぱあの辺も、ファンの層が温かいなと思いましたね。で、二日目はね、どうやら国旗じゃない、国ごとだったらしいですね。A はアメリカとかなのかな、ちょっとその辺調べてないんですけど、 B はブラジルとかなのかもしれないけど、ちょっとね、あの辺も、いや、だからちょっと次の茨城、逆に次の茨城の規制退場の、まあ警備会社が違うのかもしれないんですけど、ちょっとね、内心期待してるところもあるんですよね。どういう風な規制退場するのかなっていうのが、これ結構だから次のね、茨城の、いや、なんか知らされてんじゃないかな、
と思うんですよね。神戸でこういう体調やったら盛り上がったんで、茨城もやりましょうみたいな感じで、うん、ちょっと茨城もちょっと期待しちゃってます。本当茨城のその規制退場する、あの誘導するね、警備の方にとってはちょっと重荷になってしまうかもしれないんですけど、めちゃくちゃ期待しますよって言ったところですね。さあ10分超えちゃった。さあということで、神戸、七海関ライブホーム202にいよいよ、いよいよというかもう開幕しました。4月16日ね、1日目、初日神戸、どこだっけ、ワールド記念ホール行ってきました。まあ、2日目行ってないんですけど、まあ、1日目2日目合わせて神戸の感想といったところで、だらだら話させていただきましたと。次僕は茨城に参加するので、ぜひ茨城初日、茨城を1日目しか行かないんで、茨城1日目、行く人一緒に楽しみましょうといったところで、以上、ナナさんのライブ神戸感想会でございました。ではでは。